どうもこんにちは、今回はですねステイシンプルさんの2段キャリーカート、ただいまですねクラウドファンディング中ということなんですが、こちらをですねご提供いただきましたのでご紹介したいなと思います。でこれを見てですね気づいた人はすぐ気づいたんじゃないかなと思います。これね2段式なんですよ。普通はねここしかないと思うんですが、なんとねこれね下の部分があります。これもねちゃんとねロックがかかってまして、ここですねここを外すとこういう風に開くようになってます。まあ、この下の部分ですね、下の部分には長いもの長物を入れて、上の部分にはまあ普通の荷物を入れるというような使い方がまあいいのかな。で畳むときはまあこう畳んでここでロックをかけてあげればまあ動くことはないと。まあ、ここにね長いものを入れなかったとしても、ここの網ですよね、ここの網がストッパーの役割を果たしてくれたりもすると思います。一回閉じてみましょうか。最初はねこういった袋がついてました。まあ、こうやって収納しとけばね、倉庫とかに入れた時も、まあ、汚れにくくなると思いますので、まあ、そういう面ではいいのかなと思います。ただねこれ自立しないんですよ。一番の問題点なんだけど、これがね自立するようになるともっといいなと思うんですけども、自立させようと思うとちょっと開いてあげる必要があります。まあ、これぐらいであれば、まあ、自立するかなという感じです。で、まあ、これを広げますと、まあ、こんな感じになると。でここの持ち手の部分なんですけども、これはですねこんな感じで2段階に調整することができます。あと、まあ、畳み方はね大体同じですよね。ここを引っ張るとそうすると畳めるようになります。これが、まあ、簡単な畳み方ですよね。であとここの上の部分のね横にですね、まあ、ちょっとした小物入れかな、小物入れがついてるんですが、まあ、1個注意点としてねここの部分ですね、ここの部分ね外せないんですよ。でここにプラスネジがあるので、まあ、ドライバーで外せばねこれも外せるかなとも思ったりしたんですが、この辺がですねリベットで打ち付けてあるんで、まあ、外すのはねちょっと厳しいのかなという感じがします。なのでこの上のね部分は外せません。外せないので、まあ、汚れた時はですね、水洗いしたくなったりもすると思います。ただ水洗いもねこれちょっとできないようなので、汚れた場合はですね濡れた布なんかでこう拭いてあげるというようなお手入れ方法になります。まあ、今回ねこれ黒を選んだんですけども、色がね3色あります。色3色あるんですが、まあ、僕としてはね、まあ、そういった水洗いとかできないということで、まあ、一番汚れにくそうな黒を選びました。ちょっとね大きさが気になるところだと思いますので、大きさもねちょっと測ってみようと思います。これ端っこからいきますね。端っこからタイヤの部分とかここの持ち手のところもあるんで、まあ、85センチぐらい見といたらいいのかな。高さに関しては約70センチです。で、1段目ですね。1段目が、まあ、20センチ弱ぐらいですかね、高さが。ちょっとね高さが測りにくくて申し訳ないんですが、この下から、まあ、20センチぐらいの高さですかね、1段目は。で2段目は27センチ8センチぐらいですかね。で、この横幅なんですけども、まあ、大体42センチぐらいですかね。42センチぐらいで、まあ、多少はね広がるかなという感じです。でこちらはオプションにはなるんですが、こういったものも用意されています。これがですねネット、上にかぶせるネットですね。上にかぶせたりとか、まあ、こういった感じでですね持ち手にぶら下げたりとかして、まあ、簡易的な袋って言ったらいいのかな。この中にもね荷物入りますよね。まあ、このネットはこういった使い方ができるようになっています。でもう一つのオプションのねこちらなんですが、こちらは何かっていうと天板です。よくですねこういった、キャリーカート天板をね自作する方いらっしゃると思います。僕もね昔やりました。でこちらはですね天板自作する必要はなく、もう最初からねオプションとして用意されているので、まあ、結構ね便利だと思います。まあ、この端っこをですねマジックテープで留めますよね。でマジックテープで留めたら裏がこんな感じになってるので、これをこうポールにかませる感じですよね。このかませるところが2箇所ついてます。でこの天板のですねこの横のこのフックですね、フックを横にかけてあげると。はい、こちらでですね設置は完了です。
まあ、使うときは、ね、こんな感じになるかなと思います。上に荷物を乗せて使うと。ただこういった場合にですね、この中に荷物を乗せてると、この天板いちいち外さないといけないですよね。それが面倒くさいというふうになったりすると思うんですが、これであればね、2段式なので、例えばこの下ですよね、下に荷物を置いておけば、まあ、取り出しやすくてね、使いやすいんじゃないかなと思います。いちいちこういった荷物をね、取り出すために天板を開けるっていうのはね、結構面倒くさいですよね。まあ、この天板に関してはですね、設置も簡単なので使いやすいんじゃないかなと思います。で、これアルミ製かな、作りも結構いいですよ。はい、それではですね、この中にどれぐらいのものが入れられるのかっていうのをちょっとやってみたいなと思います。まず最初にこれなんですけど、これ入っちゃうんですよ、クーラーボックス。まあ、ギリギリではあるんですけど、このクーラーボックスがですね、 18.9 リットルのものです。横幅が54センチの、縦幅が 32.3 ミリで、高さが37センチのものなんですけども、まあ、普通に入っちゃいますよね。とりあえずね、キャンプ道具一式入れてってみます。テントでしょ、で寝袋で、小物の収納バッグがあるんですけど、乗らないのでこうしましょうか。これが入って、でついでにポータブル電源も入れとこうかな。うん、入りますね。ほんで椅子でしょ、でさっき紹介した天板です。天板があって、で今度はね、下の方も使っていきたいなと思います。タープでしょ、コットまだいけるな。じゃあちょっと長い焚き火台入ります。テーブルをここに置いてみましょう。ほんで、まあいろいろあったと仮定して、まあ適当にこの辺に置いていってみます。こうやってね、置きました。ただ絶対崩れます、これだと運んでる途中に崩れちゃうんで、そういった時にこういったネットですよね、この、別売りのオプションのネットです。こいつをかけます。もうちょっときつくしてもいいかな、かなり伸びるんで、この辺にした方が良さそうですね。この辺にしときましょうか。まあね、どっか旅行行けるぐらいの荷物がありますが、あ、ロックがあった。ロックを解除して、もう荷物が落ちる気がしないですからね、これネットもあるし。でね、これね、全体の耐荷重が160キロあるそうです。160キロってめちゃめちゃ重たいですよ。まあ重たいんですけども、このね、タイヤがね、だいぶでかいんですよね。タイヤがでかいから、まあ動かしやすい、とっても。まあ僕はね、オートキャンプ行くことが多いんで、こういったキャリーカートであんまり使わなかったりするんですけども、まあどうしてもね、このキャリーカート自体が大きいんで、重さが11キロぐらいあります。なので結構荷物になるっていうのがあって、僕はね、キャリーカート持ってったりしなかったんですけども、それでもね、たまにね、オートキャンプ場じゃないところがあります。やっぱ荷物の運搬がね、こういうものないとね、きつい。正直これはね、あると楽だと思う。以前ね、釣りにも持っていきました。釣りにも持ってったんだけど、荷物がめちゃめちゃ入るし、これ今下が芝生と土なんで、まあどちらかというとね、こう転がしにくい道ではあるんですけども、コンクリートの上とかだったらめちゃめちゃ楽ですよ。子供でもね、運べるぐらいだったんで、であと小回りも効くという感じで、まあ、荷物めちゃめちゃ乗るし、これだけね、大きいものではあるんですが、扱いやすいものだと思います。で、なんといってもね、この2段式っていうのがいいですね。今まで使ってたキャリーカートっていうのがですね、結構ね、荷物のね、運搬まあできるんだけど、容量としてはね、結構微妙なサイズなんですよね。これがね、過去に買ったものです。まだあってよかった。これ比べるとね、多分一目瞭然でしょう。もう比べるとね、荷物の、積載量、これがね、一目瞭然だと思います。このね、右側のね、もともと持ってたやつってのは、容量がね、ちょっと納得できなかったんですよね。容量不足なのもあって、もう何回も往復しないといけないし、このいっぱいに積むとね、崩れるしっていう感じで、右側のやつはもう何年前だろう、5年前ぐらいに買ったやつかな。5年もするとね、この左側のやつみたいにね、キャリーカートも進化するんだなという感じがします。
試しに右側に荷物乗っけてみますか。あんま乗らないと思うけど、まずやっぱクーラーボックス行きますか。クーラーボックスを乗せてみよう。クーラーボックス乗るか。一応クーラーボックス行けましたが、浮いてますね。浮いてるから良くないな。こうしよう。まあクーラーボックス入れましたよね。クーラーボックス入れて、テント、まあ寝袋行こうかな。寝袋、まあ、もう一個予備の寝袋、ちっちゃいもの、椅子、あ椅子行かないか。テーブルはいけるでしょ。テーブルはいける。こんなもんですね。こんなもんでもういっぱいいっぱいかな。でこっち側に積んでた荷物を今こっち側に移しましたが、積めなかったものこんだけあります。電源、食器類とか小物、天板、天板は使わないか。クッション、椅子、タープ、でこの下に置いてた長物ですよね、コットとタープと、焚き火台、これに関しては全く動かすことができませんでした。さすがに乗らないですよね。なのでこうやって比べてみるとですね、このステイシンプルの2段キャリーカート、どれだけ、ね、収納力に優れているのかというのが、ね、よくわかります。まあ、確かにこれはすごいわ。過去にね、僕は動画を出しまして、こういったキャリーカートをね、あんまりお勧めしたくなかったんですよ、正直言って。というのがさっきのね、過去に買ったものの収納力にね、やっぱり満足できてなかったんで、どうしてもちょっとお勧めできないなって感じだったんですけども、まあ、この進化系のね、2段式のキャリーカートであれば容量抜群ですからね、これならね、満足できるんじゃないかなという感じがします。ソロキャンプの荷物であればね、1回で全然運べるでしょう、これで。まあ、やっぱいいのがね、ここだけじゃなくてこの下も有効活用できて、長物も全然積めるってことがまず一つありますよね。でここはね、濡れたものも全然置けます。メッシュになってるので濡れたものを置くスペースとしてもいいと思います。でこの上ですよね、この上も、まあ、スペースとしてはね、こんぐらいしかないんですけども、さっきのネットですよね、ネットを使うことによってこの収納力が抜群にさらに上がるので、いやこれはね、よくできてるなという感じがしますよ。まあ、天板とネットはね、オプションということなんで、まあ、買うか買わないかはね、好き好きだと思うんですけども、どちらかというとね、ネットはね、絶対あった方がいいと思う。まあ、ネットがあることによってですね、さらに抜群の収納力を発揮するんじゃないかなと思います。そうだ、あとですね、下に載せるものとしてなんですけども、これね、タープです。よくありますよね、なんか4本足のタープ、運動会とかで使うやつ。これもね、載せられたんですよ、実は。ほら、ぴったしですね。まあ、このタープのサイズが難しいか。まあ、このタープの大きさとしては収納サイズが19センチぐらい、縦横19センチか20センチかなっていうぐらいのタープなんですけども、まあ、奥行きに関してはここまでいけますから、まあ、この辺ぐらいまでいけるのかな。まあ、奥行きは気にしなくていいと思うんですが、縦幅横幅に関してはだいたい20センチぐらいと思ったらいいのかな、の収納サイズのタープが全然入ります。例えば旅行行く時とか、あとは運動会、遠足、ピクニック、キャンプじゃなくてもね、荷物をたくさん運びたいっていう時はかなり活躍してくれると思います。あとはね、楽に運べるっていうのがいいですよね。ということで今回はステイシンプルさんの2段キャリーカート、こちらをご紹介してみました。まあ、これだけ荷物が乗ればね、十分検討する価値はあるんじゃないかなという感じがします。気になる方はですね、概要欄の方に URL を貼っておきますので、チェックしてみてください。それでは。